巨像がついに動いたインドが2036年開催予定のカキゴリンパラリンピック招致で第1段階に当たる対話ステージに入り祭典開催へ本格的に舵を切った著しい経済成長を踏まえ国力をアピールする舞台としたいとの思惑も透けるただインドは世界最多の人口を抱えながら五輪ではこれまでめぼしい成果を上げられなかったのも事実だ 国際オリンピック委員会 IOC にはインドの持つ歴史と文化的多様性を訴えて招致を目指しており IOC 側も先進国で五輪招致への機運が薄れている現状も踏まえインドという新たなドル箱に期待を寄せているようだ世界最多の人口もスポーツでは小国昨年末インドムンバイで開かれた IOC 総会でモディ首相は五輪開催を楽しみにしている あらゆる選択肢を検討するつもりだ、と明言した。そして続けた、五輪はインドの夢だ。経済発展を果たしたアジアの複数の国では、その象徴のように五輪を開いてきた。東京は1964年と2021年、ソウルは1988年、北京は2008年といった具合にだ。国内総生産で旧宗主国のイギリスを抜き、 世界5位に上がったインドも同じの道を目指しているように見える。ただ、国威発揚に五輪がどれだけ寄与するかは不透明だ。インドの人口は約14億3000万人で中国を抜き世界最多を誇る。だが、五輪での存在感は乏しい面が否めなかった。1947年の独立後、48年ロンドン大会からの20大会で通算獲得メダル数は36。 金は7に止まる。今年7月のパリ五輪では金ゼロに終わった。似た人口規模を持ち、700以上のメダルを獲得している中国との格差は際立つ。魅力的なインドの経済力、ライバルは中東化。ただ、IOC はインドの立候補を歓迎する姿勢が目立つ。東京五輪の関係者は、費用が高騰して手を引く先進国が多い。と語るように。 スポーツインフラ以外でも多額の経費がかかる五輪への関心は先進国で低下傾向にある IOC はムンバイでの総会でインドの国民的競技であるクリケットの採用を決めたテレビ放映権での高収入を見込むとともにトヨタなど日本企業3社が抜けた最高スポンサーにインド企業の参入を促す狙いも垣間見える現地報道によると IOC のマーケティング担当者は インドは商業的に大きな可能性がある。インドからのスポンサーも早期に決まると思う。と話した。